ょっと薄いよね今の、はい、でこのスイングを見て、果たして僕がどこを見てるでしょう。足の裏じゃあこの今のペラペラと左引っ掛けをあの綺麗なストレートドローに変えようと思った時に、まあ、ストレートに近いこう捕まった綺麗な球に変える時にどこを改善しようとしているのかっていう、それで前も変えて。ちなみに僕がいつも見てるのはこうクラブのねじれとフェースアングルしか見ないのね。ねじれてるんだよねこっちですっごい、うん、めっちゃこうやって、うん、こういう感じなの、うん、それは分かるんだけど、うん、そもそもクラブのねじれって何だろう。シャフトの向き違う。ちょっとじゃあ構えてみて。めちゃめちゃさこっちの確かに手の動きが悪くてさっき動画見ても思ったんだけど、うん、でも使わないから多分そうやってやってるわけじゃないですかきっとね。テクワークして理由を持ってできないってやばいよ。ここまではシャフトがねじれてないでしょ、はい、ねじれてるよね。 どこをしてるんですか。だからこれねじれてる。ああなるほどなるほど、ね、外旋内旋そうね、でここねじれてないじゃん、はい、でそのまま体を屈伸して多分これ言うな時にはちょっと気持ち悪いのね。ここでこっち側にちょっとねじれが強いの。でテイクバックからトップに上がってる過程で若干フェースを開く方向にちょっと使いすぎてるから、このままこういいスイングすると右ペラペラ嫌がってこう行くとフェースがねじれて左引っ掛けて両方出ちゃうわけ。わかる？そう、どっかでここからこうやってこういうイメージくると、そう。してないってことですか？そう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 。でちょっとフォローあのバックスイングで少しシャフト開かないように上げてきて、あでも今の方がまだ分かる言ってる意味。分かります。シャフトのねじれ。そう。だからバックスイング中のシャフトのねじれがダウンスイングで修正するためにいろんな癖が出ちゃうから。オッケー。めっちゃいい。めっちゃいい。というだけなんだよね。また、だから ここからちょっとねじっちゃうのかって。やっぱでもそれやりがちっていうか、でもみんなやりがちように見えるね。やりがちってこうなんないかな。だから僕がいつも見てるのはクラブの挙動に対してシャフトがどうねじれてるのか、その時ベースが。こうなってるって、ずっとこっちこうなってる。そうそういうこと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 。クラブの挙動って何ですか？最初のですか？だからすべてすべて。すべて。普通の人は見れない。ほら、めっちゃ良くなったでしょ。めっちゃ良くなった、治った。ってるだけなのね。はい。という感じです。早いでしょ。治った。キュピーちゃん。そう。だからテイクバックからトップに上がってる時のシャフトの微妙なねじれ感がやっぱちょっと強いから切り返して修正入っちゃう。ほら、全然変わったでしょ。やばい。治った。ね。おめでとうございます。それだけなんだよね。OK。はい、ということです。